どうも高井です効率的に知識を吸収する読書の方を実践していくので私は読・筆読・音読音という3種類の読書を実践しますまず精読なんですけどこうやってパラパラとぶっていってそれで本当に本読めてんのって思うかもしれないんですけどまずはこれだけ大量の文字を目,目で見て鳴らしていく慣らして慣れたなっていう頃には読めるようになっててます 別にそんなにいや本当に読めてっての読めてないんじゃないのって疑う必要なくってまず本体してそんな恐怖心抱かずに目を慣らしていくここは優先していってますで繰り返し回していって読んでいく途中でしおり挟まないってことをやってるわけですねで1週間も経てば全体像で大体理解できてるし2週間も経てばねもう熟読しても 大しし、ししててて苦痛じゃなないいいむしろ楽しいっっうことになっててですよ。内容を理解だけと楽しいですよね。次にこういう風に書いてまとめるってことをやって出読をやっていってます。活字を目で折って見ていって内容を書いてまとめるインプットとアウトプット両方あるわけですね。大体専門書1冊に対してルーズリーフ30番に書いてまとめてます。 大体こういう記憶の科学に関しても言えることで日記を前につけることによってちゃんと記憶が定着するってことが証明されています。筆読読はととても有益な読書と言えるそうですよね。次に音読。ビデオカメラに対して書いてまとめたものを目で追って読んでいってインプットしてでそして声に発することで読み上げるいてアウトプットしてるわけですね。 ただこの方法はルーズリーフ1枚に対して2時間かけていますし2時間読み上げていて最初は紙紙だったものが徐々に流暢になっていって読み上がるわけですよね2時間撮影して2分の良質な動画が出来上がるわけですそこまでやるかやらないかって言ったら個人の差なんですけどただ私自身の能力が不足してそれだけの時間かかっちゃう可能性もあるので皆さんだったらもっとうまくいくかもしれないですよね あくまでも肌感覚なんですけど静読はインプットのみの要素ですで筆読はインプット5割アウトプット5割で音読はインプット1割アウトプット9割ぐらいのエネルギー使ってる感じですでエネルギー効率で言ったらさすがに筆読にはかなわないと思うんですけどアウトプットを考えると音読が一番 いいいんんじゃないかなかって思うんですよねさすがにアウトプットに9割分のエネルギーも使うとなるとさすがに頭に対しても染み付く知識量というか知識の濃さが違うと思いますので本音で言えば音読はいいんじゃないなと思うんですけどエネルギー効率とか皆さんの読書にかける時間のことを考えちゃうと明らかに必読ですね。 必読が一番じゃないかなと思うんで私は必読を一番おすすめいたします参考になりましたらグッドボタンお願いしますチャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります登録お願いしますそれでは